40ヤードぐらいですね。ショートです。6番アイアンで打ちます。右目うわ、下手。バンカーです。よし、山ちゃんちょっと危ない。いい、ちょっと薄めですね、砂が。リンガルフイエイ、イエーイ。第7問ですね。はい、第7問ついに7問まで来ました。はい、2019年の動画をピックアップしました。2019年、はい、2019年5月26日の動画で、はい、まあ、リンゴルフでは世界に挑戦するジュニアの子たちに結構出てもらってると思うんですけど、はい、まあ、当時6歳の福井誠之助くんやってたけど街で見てないかも。そう、心ちゃんとゆっこちゃん、ゆっこちゃん、はい、とで、ね、ラウンド中に、まあ、あるドッキリをゆっこちゃんに誠之助くんが仕掛けたんですけど、うん、なんだっけ、そのドッキリは何でしょう。ゆっこが仕掛けられた。仕掛けられた。カップの中に入ったボールを取ろうとしたら、うん、え、マジわかんない。まあ、多分そう、わかんないかなと思って。言ってないと基本的にちょっとわかりづらいよね。そう、だからもう勘になっちゃうんだけど、うん、まあ、あのドッキリで使うグッズがあるじゃないですか。はい、まあ、過去に、純ちゃんも、カエル？ゴキブリ！ゴキブリ！カップの中でゴキブリ？違う？そうです。そうです？はい。当たり？正解です。はい。マジ？そう。やった。ゴキブリです。結構ね、ゆっこちゃんいいリアクションしてたんで。マジ？うん、見てない、それ。ごめん、ゆっこ。ゆっこちゃん、ゴキブリ仕掛けられてるの多くない？よく考えたら。アメリカでも、アメリカでもゴキブリ仕掛けたわね。うん、定番。ゆっこちゃんドッキリは、そうね、ゆっこゴキブリドッキリしてましたね。じゃあ忘れたことにまた、はい、ゆっこちゃんにゴキブリを、そして行きましょう、やりましょう。はい、なるほど。その辺はね、多分ね、2019年でしょ。ん、今21年20年19年、私会社立ち上げたんで。あ、そっか、5月だから、これそのぐらい、そのぐらいかも。あんまり出れてない時期、ちょうど、うん、2019だっけ、私会社作った。多分1年目だったら、多分その辺ね、めっちゃ忙しくてっていうか、動画とかも出れてない気がする。336ヤード。スグラポール右だな。あー、これもバンカー、これもバンカー、歩いちゃう。お、超えました。超えた。ピョンピョン跳ねて超えました。150ヤード5番ユーティリティですが、ちょっとね、ライがあれなんで、バンカー入っちゃうかもしれない。いけっかな。ダメです。惜しい。
いや、ぴょんぴょん、ぴょんぴょん跳ねるんですけどね、今日ちょっと元気がなかったですね。ちょっと後半になってだらだらします、体が。頑張れ。ちょっとあれですね、難易度が高いですね、今回。いや、これどうしよう。出るのは出るけど届かないかもしんないよ、うん、こうやって無理やり持ってかないと。こうやって無理だな。いきます。おぉ、やばくない？飛びすぎた。まあ、出ないよりはね。え、すごいな、ワンチャン乗るのかと思ったよ。はい、とりあえず出ましたね。出たし、あんな飛ぶと思わなかった。次4打目か、やばいな。頑張らないと。重かったのに。これ入れて、ボギー。はい、入れボギーです。ダボにしたくないです。強気でパン。しゃー、ボギー耐えました。はい、リンゴロー。連続ですね。はい、連続です。はい、第8問ですね。8問目、リンゴロー8問目。はい、まあ、純ちゃんが、はい、この前の職質の時に、あ、職質動画、はい、記憶に残ってる動画って言ってたのが、はい、リンゴルフサバイバル。ああ、言いましたね。そう、2019年の3月22日から23日にかけて公開されたんですけど、うん、はい、その時優勝した方は大堀貴子さん。はい、純ちゃん順位覚えてますか？覚えてます。おお、何位ですか？3位です。3位。はい、はい、では2位は。これは簡単じゃない？そうねこれは楽しかったもん、あの動画。楽しかったよね、うん。私はね、わっちゃん、その2位の子に勝ちそうだったんですよ。そう、なんかね、やり合ってるのがすごい面白かった。そう、もうね、パターがもう入らなかったのよ、最後。私もう手止まっちゃったか、なんか押したか、引っ掛けたかなんかして。すごいね、頑張ったんですけど、3位で。そう。2位はですね。はい。ダエちゃんです。正解です。これはもう分かりやすかったですね。そう、はい、だってさ、その時のメンバーって、まあ大堀さんはもうちっちゃい時からやってる、うん、めっちゃうまいのよ、うん、でリサちゃんでしょ、うん、でリサちゃんもプロテストまだもう終わった最後だの年かな、うん、受けてた、まだ最後の年だと思うんだよな。まだ受けてたと思うんだよね。どうしたっけな。でしょ。で、タエちゃんはもうそんな感じじゃん。で、あと誰、あとユッコでしょ。あとマイコ、うん、でマイコもちっちゃいとき、ちっちゃいときじゃないけど、なんかプロテスト受けたりとかしたことがあるような感じで、普通に青 T からとかで回る子なのよ、うんうん、みんな上手くって、素人みたいなのって私とユッコだったわけよ、うん、アマチュア素人ゴルファーみたいな。だから、まあ、勝てるかな、勝てない、勝てないだろうなって思ってたんだけど、うん、意外と3位だったっていう感じですよね、うん、そう、あの時ね、大堀さんやっぱ上手かったな、はい、大堀さんマジ上手かったっす。強かったですね、メンタルの、うん、はい、そう、そんな感じで、まあ、タイちゃんはね、絶賛プロテストを、うん、そうですね、今頑張って
やってると思うんで、引き続き頑張ってほしいなと思います。まあね、あの時よりかは多分飛距離もすごい伸びてると思うし、タイちゃんとかなんか大人になったなったなって感じですよね。おしゃべりも上手だし、びっくりですよ、お姉さん。はいはい、はい、そんな感じで、はい、タイちゃんでした。タイちゃんでした。ここはパー4。ここはパー4。これはですね、左行きすぎるとアウトな気がします。なんだろう、まあ奥のバンカー狙いですかね、方向に打っていきます。よし、頑張れ。ダメだって言ったじゃん。あー、木の裏。わあ、おお。木に当たって跳ね返ってきて打ちやすいかもしれないですね。5番ウッド。よっ。おお、ナイスです。ありがとうございます。なんかちょっとなんか音もちょっと重そうな音してるよね、気のせいかな。いや、ここの急に重いんだけど、なんか湿ってるような音してる、うん、やばい、ダボになっちゃうよ。またダボだ。パットです、はい、すごかったな、めっちゃ重かった。ということでダボです。はい。